はい、皆さん、おはこんばんちは、レビベンです。今回はオクタビアでヘルミスシステムを使ったフォーカス&スティールエッセンス稼ぎのビルド紹介です。前提として、今回のビルド紹介およびフォーカス稼ぎではクエスト、サクリファイスまでクリアする、鋼の道のりモードを解禁する、ヘルミスシステムを使えるようにする、ウォーフレームバルークを確保する、この4つの条件をクリアしておく必要があります。ヘルミスシステムについては別の動画で導入方法をまとめたので、そちらもご覧ください。ではフォーカスを稼ぐための準備をしていきます。まず地球のシータスの依頼などでフォーカスレンズを入手します。ランクマックスの装備のモッド画面のアクションに対応するボタンからフォーカスレンズをつけましょう。フォーカスレンズは迷ったらゼネリックを選択しておきましょう。これでフォーカスを稼ぐことができるようになります。今回はオクタビアと近接武器にレンズを挿しておきます。レンズは消耗品なので、レンズをアップグレードする場合はアップグレードしてからレンズをつけましょう。フォーカスレンズはアップグレードすることで経験値の効率を上げることができます。アップグレードには段階があり、通常のレンズからグレイターレンズ、エイドロンレンズ、ルアレンズというふうにアップグレードができます。グレイターレンズはこちらのマーケットの端末からエクストラ、素材からグレイターレンズの設計図を購入して製作します。材料は同じ種類のレンズ4つとフォーマ、アルゴンクリスタル、オロキンセルを消費して作ります。エイドロンレンズはシータスの高難易度の依頼の報酬で設計図が入手できます。素材はグレイターレンズ1つとエイドロンの息吹5つです。ルアレンズの設計図はルアの分裂ミッションの報酬でもらえます。3ラウンド目に4つ防衛、4ラウンド目以降は3つ防衛すれば確率で入手ができます。素材はエイドロンレンズとソマティックファイバーです。ルアレンズを掘る過程でソマティックファイバーを入手できるので問題なく集められると思います。ルアの分裂はアクシレリックがかなり稼げるので回っておくとお得です。ではウォーフレームのビルドに移ります。まずはオクタビアの2番アビリティにバルークの2番アビリティを移植し、バルークの2番アビリティの増強エンドレスララバイを指します。プライムドフローとプライムドコンティニティの認証方法はバロキチ動画をご覧ください。オーバーエクステンデッドは OD モッドなので OD モッドの動画をご覧ください。そして保険にクイックシンキングがあります。あとはアビリティの範囲や時間を優先してあげてあります。威力は低すぎない程度に持っておきます。オクタビアは作曲が3番アビリティに深く関わってきます。作曲の出来とオクタビアの使いやすさは関係ないので、今回は実用性重視でいきます。作曲をするには外装のタブから右下のマンダコードに対応するボタンを押します。円盤上の楽譜の画面になりました。円盤は右回りに進んでいき、こちらのボタンで一時停止ができます。今回気をつけるべきは一番内側のピンクの部分です。決定ボタンで音符が置けます。縦1列につき音符1つ、隙間が出ないように敷き詰めていきます。これで実用性のある楽譜ができました。音量を落としておくと使いやすくなるので、こちらで音量を落とします。作曲が終わったらセーブして終了しましょう。プライマリとセカンダリ武器はお好みで OK です。ただ音が出るとまずいので、音が出ない武器かハッシュ、サイレントバッテリー、サプレスのモッドをつけた武器を使いましょう。今回使うのは地球のオープンワールドで作れるダガータイプの像です。パーツはバラストライク、ラカグリップ、バージェット2、ジャイ、リンクを組み合わせ、スピードとクリティカル重視のダガーにします。クエスト、サクリファイスで入手できるモッド2つを入れます。それと冥王星の潜入で手に入るコバートリーサリティとフィニッシングタッチを指します。あとはブラッドラッシュや属性モッドなので威力を底上げします。このビルドによって鋼の道のりの敵でもフィニッシャーをかけるだけで倒せるようになります。可能ならばコンパニオンはスミータキャバットにして、チャームという固有モッドをつけておきましょう。スティールエッセンスが2倍もらえる可能性が出てきます。一番おすすめの場所は鋼の道のりセドナのアダロです。鋼の道のりデイリーでセドナの惑星でのミッションが入っていた場合、そのミッションをクリアすることで開拓を進めることなくセドナに進出することができます。ここからは具体的な使い方です。ミッションが始まったらエネルギーを回復し、3番を発動ししゃがんで透明化、3番が切れたら再発動し透明化を維持します。あとは敵に近づき2番アビリティで敵を眠らせ、コンテキストアクションでステルスフィニッシャーをかけていきます。増強の効果でステルスフィニッシャーをかけ続けられれば大量の経験値が稼げるのでステルスを維持しましょう。黄色いものが出てきたら触れて経験値ボーナスを制限時間内に稼いでいきましょう。経験値ブースターなしで13分で4万5000ぐらい稼げます。ルアレンズを刺した場合は同じ時間で9万ぐらい稼げます。
鋼の道のりではたまにアコライトが乱入してきます。画面がこのように明滅し始めたら敵のいないところに移動しましょう。アコライトは透明化には対応できないので近接武器や無音武器で倒しましょう。ただしウォーフレームフロストと同じ体のマリスだけは透明化していても射撃攻撃をしてくるので遮蔽物に隠れつつ透明化と射撃をして対応しましょう。アコライトを倒すとスティールエッセンスがもらえます。スティールエッセンスはリレーの手心のところでアンブラフォーマーと交換できるチャンスがあるのでコツコツ貯めておきましょう。以上がオクタビアのビルド紹介です。ご視聴ありがとうございました。この動画が分かりやすかった、参考になったという方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回、さよなら。